はい、皆さんこんにちは、西井です。今日はですね、電車で交通やっていきたいと思います。じゃあこれですね、北北本線、直江津からね、六日町ですね。まあ動画の時間は30分ぐらいで終わるとは思うんですけどね。まあ事前にね、制限区間とかも確認してます。で、もうメモしてます。で、4年前か ?4 年前 ?3 年前かな ?3 年前にね、自分がこのダイヤで遊んだ動画をね、見ながらね、制限区間をね、メモしてましたけど、なかなかやっぱり、3年前とかのね、自分の動画を見ると、辛いね、やっぱり、見るに、耐えないっていうか、ひどいね。うん。なかなかちょっと、見れたもんじゃない。今よりも、もっと喋ってないじゃないですかね。今でもそんな喋ってないけど、今よりも、口数が少なかったもんね。あ、こんなもんかって。グッドゲームチャンネルさんの、このダイヤで遊べる動画見に行こうかと思いました。まあ、それぐらいひどかったね。いやー、ちょっと、見るに耐えない実況でしたね。まあでも、最初はそんなもんなのかなっていうのもあるんですけどね。さて、これ、どれぐらいでスピードでいいのかな?もうちょっと出した方がいいのか。もうちょっと出すか。順平、進行。まあ、これぐらいで大丈夫だと思うんだよね。あ、ボーナス。ボーナス系って言うけど、すっかり忘れです。まあ、これぐらい大丈夫だと思うんだよ。で、ここ、強制系って言う。場内進行。さあ、これで。まあ、これぐらい大丈夫だと思うんだよね。4、3、2、1、0。お、鉄取れた。で、260m 制限40っていうのがある。なんで。まもなく、最後。もうこの辺か?この辺でブレーキかけてもいいか。あの、ポイント制のとこでしょ?制限40持ってね。ボタンを押してお降りください。場内進行。最型停車。最型停車。ちょっと減速早かったぞ。 OK。 この辺かな。大した制限区間ないんだっけ。制限解除。何キロぐらいまで出せばいいんだ。この辺かな。ほら、B6 でも結構、でも早いね。つくの早い。あと15秒ね。だんだん遅れてくると思うんだよね。みんな、難しくなってくる。あ、8センチ。お待たせいたしました。快速、越後湯沢行き、発車いたします。ドアが閉まります。はい。ご注意ください。ご注意ください。ご注意ですよ、言ってね。グッドゲームチャンネルさん風に言わないとダメなのか。出発進行。じゃないと、1万人超える YouTube に。あ、でも、ゲームチャンネルさんの方はね、5000人だから約5000人だったんです。でもさ、グッド鉄道チャンネルの登録者と、
グッドゲームチャンネルさんのね、動画を出せば、もうすぐ2万人だね。中継進行。結構あの人もサブチャンネルたくさん作ってるから、かき集めればあれも2万人超えるんで、あれもって言っちゃいけないけど。何で進行。結構ね、サブチャンネルたくさん作ってるんですよ。クモグッドチャンネルとかなんかあるんで、いろいろある。そういうのかき集めれば、まあ2万人はいってる。あんだけさ、チャンネル作っても、人集まんだよね。登録者数100人とかさ、多分そんなに投稿してはしてないと思うんだけど、やっぱ人集まるんだよね。登録者数集まってすごいね。短期間で人を集める爆発力がすごいよね。やべ、これ失敗したな。あと10秒しかないや。なんだ、録画落としすぎた。あ、ダメかと思ったの。なんか、3秒ぐらい遅れるかなと思って。で、次が、どこですか？次が、大池。裏側だ。ああ、特に制限は気にしなくていい。発車いたします。ドアが閉まる。まあ、1秒遅れてるし、まあ、ちょうどいいよ。で、ピンポンって。で、出発進行。何キロ出さなきゃいけないの？で、定通通過駅か。一回ぐらい定通取りたいよ。さあ、何キロ出せばいいか。まあ、80ぐらいでいいと思うんだけどね。あ、オンボード作れるんだね。まあ、これくらいでも大丈夫かなって思うんで。場内進行。あ、先取ったか。で、黒いの時、鉄は取ったのか。4、3、2、1。もう銀ヒリ取れた。中継進行。第2並走進行。まもなく第2並走進行です。運賃、切符は整備券と一緒に。さて、どの辺でブレーキをかければいいのかっていう。降りの際には、前方のドアからボタンを押してお降りください。停止点は、運転手の。ブレーキの利き、急に悪くなってない。場内、整備券でご精算の方は、お釣りのないよう、保全をご用意ください。裏側が、はい、停車、裏から停車です。ブレーキの利きがね、ベラボニーいい。さあ。あ、よかった。マスコ1入れちゃったかと思った、今。感覚がつかめてワンハンドルコントローラーでやってるんで。ツーハンドルだったらさ、別にマスコを動かさなきゃ別にいいんだけど、左手動かさなきゃ全然いいんだけど。ワンハンドルだから難しい。出発進行。あ、だからあれなんだね、随機の作った、走ろう山手線の専用コントローラー、あれ、レバーの横にボタンついてんだよね。で、あれ、マスコ入れるときは、ボタン押しながらじゃないと、マスコ1に入らない、あれだから、まあ、そういう作りなんだよね。ちゃんと安全に作られてる。
不思議多すぎ。なんか、制限の。280円で制限60がある。場内進行。この辺でブレーキかけないと。制限60。ちょっとギリギリやったな。まあ50キロくらい、あれでもいいかなと思うんだよね。OK。1、7、6、5、4、3、2、1。なんか取れた。で、制限解除と。北北大島。ああ、まだ作れないか。まあ上級だからね。初級だったらくれるだろうけど。第三兵卒進行。まあでもね、小学生の時かこれ。まもなく北北大島。小学生の時とかやったらこれ全然わかんない。あの初代電車でもってさ、通過駅でもダイヤ守んなくてよかったじゃん。だからよかったんだけどさ、楽器の頃やっても小学生の時やってたけど。ああちょっとやべえ、ちょっとやばいかな。20秒。あ、ちょっと早いなこれ。あ、ちょっと10秒、9秒早いよ。ほくほく減速ってついちゃう。あ、でも松内どうせ制限6じゃん。あ、1メートル3秒お待たせいたしました。快速越後湯沢行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。これ、減速、警戒、出発警戒とか出る。出発警戒。はい、出発進行。これね、破っちゃった方がいいんだよね。でも15秒しか減るんだ。出発進行。まあ次の駅多分1秒遅れた方がいいかもしれない。1400m 制限60。9秒早く装着したからって、あの列車の行き違いだっけ、なんかあって、そういうイベント発生しないんだ。第三兵卒進行制限60。義妙信号場です。で、ここで列車待ちイベントあってもおかしくない。なんでこっちに行くのかわかんないけど。まもなく松田インヘイト松田人口運賃切符は整理券と一緒に運転席横の運賃箱に入れてください。定期券は早くスピード出してもダメなんだよね。スピード出しすぎてもダメ。前門のドアからボタンを押しておいてください。第1ヘイト人口整理券でご精算の方はお気の内容保全をご用意ください。あ、途中で雨降ってくる場合があるから、トンネル出たらもう雨降ってますって言うとブレーキの効きが全然あれ変わってくるから、ブレーキの効き全然いいんだよ。場内進行。あ、でも青空だ。松台停車。あと15秒しかないんだと。
と5秒。ああ、ちょっと遅れてんな。ちょっと、どういうつもりって言われちゃいましたけど、P8 使うとこうなっちゃう。初代電車デモはね、全然 B8 使っても何も言われなかったです。お待たせいたしました。快速越後湯沢行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。次は十日町。十日町はね、2160m 制限の区じゃん。進行。難しいな、でも。さあ、十日町。あ、ボーナス買えないね。進行。進行。あ、この辺で B6 にして2160m で制限60だから、進行。あ、ここボーナスくれんだ。ちょっとあれか、ちょっと早かったか。ギリ。薬師峠信号場です。ダイヤのエースだとさ、薬師高校だっけ、トドロキライチがいるとかね。あの、右投げ左打ちのね。もう基本素振りだけでバッティングを磨いた男みたいな感じだけど、薬師峠ね、薬師峠信号場かっこいいね、名前がいい。で、220m 制限40分で、飯山線ご利用のお客様は、ああ、飯山線って聞いたことある。この辺だね。この辺でブレーキかけておけば、あのスピードで鉄橋を通過して大丈夫だろ。十日町停車。はい、停車。まあ、ここで、途中で上り坂あるから、勝手に嫌でもスピード落ちてくれる。制限40。ほら、これでも勝手に落ちてくれるか。どうだろう、でも、早いか。時計的、ないか、683系がいる。わ、結構時間余ってんな。あと30秒ある。あと25秒。あ、これ難しいね。まあダメだったら再加速してね。まあ20秒もある。持つかな ?0 メートルまで。結構人並んでますね。あ、なんとか。なんとか時間潰せたね。エクセレントなんて言われたら。ないか。半熟ステーキ。終点でエクセレントとかさ、もらっても、嬉しくない。前回失敗したんだよ。ケイントークセ。まあ10キロぐらいのやりとりで
これさ、15秒っていうのがね、鬼門なんだよね。あ、結構だ。20秒だったらまだ全然ゆっくりできんだけど、15秒でしょ、持ち時間。お待たせいたしました。快速、越後湯沢行き、発車いたします。ドアが閉まります。1秒も遅れてないんだね。3秒遅らせた方がいいんじゃなかった、これ。50秒だから、まあ、この辺でいいでしょ。制限45。制限45。多分これ、ノーマークでも大丈夫だよ。あ、多分、よっけか。80キロは出しておきたいけど、もう加速はいいからな、これ。3秒でさっき遅らせましたけど、あれを遅らせることによってね、次の三佐島がね、点数取りやすくなる。実は取りやすくならないかもしれない、これちょっとやばい。場内進行三佐島通過。ちょっと無理だね、これ2秒ぐらい遅れるかもしれない。出発進行で、ウォンドバー給料1490で制限の60。この辺かな、この辺でブレーキかけ。制限60。ちょうどいい。赤倉進行場です。でね、3秒で遅らせないで発車しちゃうと、最初点数取れても全然次の駅時間間に合わなくて、ここまでこれなくなっちゃうんだよ。3秒遅らせちゃったんだけど、向こう町340、制限60か。第一閉鎖進行、これぐらいでいいでしょう。でもこれぐらいで大丈夫だと思うんで。ウォンドバ給料。場内進行。これぐらい大丈夫だと思うんだけどな。ウォンドバ給料通過。雨は降らないんだよね。4、3、2、1、0。ああ、いい。雨降った、ここで雨降った。340で制限60。終点です。上越線浦佐方面にお越しのお客様はお乗り換えです。六日町では運賃内部平局前後の内部ブレーキかな言いながらね、お渡しください。本日はご利用いただきましてありがとうございました。制限60。修正進行。で、130m で制限30。場内進行。制限30。あんまり上がってることなく、上がってることないんだけど。あ、でもあと何か、あ、でも時間ないね。あるか。
あと15秒です。ちょっと早くつきすぎちゃった。何をやったかというと、今は再加速しましたね。ワンハンドルの難しいとこで。マスコ1入れる気なかったんだけど、マスコ1に入っちゃうんで。限定15、結構引かれる。これワンハンドルコントローラーでやれば気持ち溢れると思います。信号標識。信号標識も思ってなかったっけ？なんかミスったっけ？どういよ、未成国戦。まあまあ守ってたと思うけど。結構厳しいね。一両編成なんだね。二両編成。これのね、Nゲージがなかなか売ってないんで。ヤフオクではね、出てんだけど。加藤とかトミックスは作ってないのかな。マイクロエースも作ってない気がする。これ欲しいなって思うんだけど。前も言ったけど、ポチフェスの、ポチフェスで、ホビラとポチの予感がいた時にさ、ポストがあるんですよね。ポスト旧ツイッターで。そこでさ、スティックジャンク、新しく追加しますってさ、ポスト見てさ、予感がいた。これあったんだよ。で、横浜行ったらさ、なくてさ、流行ってる。売り切れの流行ってる。まあ、ツイート、ポストされてから、6時間後ぐらいに行ったのかな。仕事終わりに行ったからさ。まあ、平日だし、売ってるかなって思ったら、ないのね。まあ、厳しいね。まあそんな出回ってないから、まあスティックジャンクでもなくなるのかなって思ったけど、今日がね、4月10日、2024年の4月10日ですね。0時49分です。IS サッカーシェルで運転を示唆、外れ高速道路の標識と車に衝突、刑務所の中学、女性受刑者が初入学、異例のクラス分けやり直し、指揮者は元ゆらゆら帝国、亀山千穂千代さん死去という。サッカーシェルで刑務所示唆って、これやばいんじゃないか、これ。ねえ。タツグって、シオン、シオンや、シオタニっていう人。なんか、読み方がわかんないんでね、シオタニっていう人もいるしね、シオヤっていう人もいるし。あ、機械入力した。目指してください。はい、ありがとうございます。ま
まあでもね、30分ぐらいで終わったでしょ。ちょうど30分10秒だからね。電車でゴー！はい、ということでね、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。